大阪スポーツ杯ということで予想をしていきたいと思います。秘密結社フェガム総帥ハッチーでございます。まあ、今回はね、土曜日のメインレース、阪神のメインレース、オープン特別ダートの 1200m、まあ、こちらのね予想をしていきたいと思います。まあ、というわけなんですけども、今回こちらこんな感じの予想となっております。軸は15番ネット競馬想定、1番人気ウルトラマリン。まあ、準オープン時計突破の時の、ね、時計も優秀でしたし、ここに来て通用してきた、まあ、オープン特別2着2回など、ね、着実に、まあ、クラス慣れというか前進してきてますので、まあ、今度こそ軸で、ね、やっていきたいと思います。まあ、そして想定4番人気2番メディクス、昇級2戦目なんですが、昇級戦もいきなり4着と時計面でも、ね、ここでは十分通用しそうなので紐には入れておきたいと思います。そして7番サダムスキャット、まあ、昇級2戦目、休み明け2戦目ということでね、比較的悪くはないのかなと。まあ、この馬もね、時計面でもまあ十分通用してくると思います。そして10番レシプロケイト、去年の2着馬あじゃないや去年この距離でね、クレーの方のオープン特別で2着と、まあ、休み明けを1つ叩く形になってますし、ここはまあ穴でね面白いんじゃないかなと思います。そして12番ルーチェドーロ、まあ、3歳馬の中ではという感じですね。まあ3歳馬やっぱダートだと3歳馬はそれでも苦しむ傾向にはあるんですけれども、まあ言うてね、金量の差もあります。まあ、なので金量の差がある間は1頭ぐらいは入れておこうというような感じで3歳馬の中からピックアップしたというところですね。距離短縮でまあ、新たな素質というか、まあ、マイルあたりでどうかなというところの、ね、使い方をされてきた馬ですが、コバになったらまあ短めの距離でというような、ね、使い方、ここは、ね、狙いがあるのかなということで紐に入れさせてもらって、まあ、今回はこんな感じで予想とさせていただきたいと思います。まあ、またね、こちらの方チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。メインチャンネルの方では今日の富士ステークス、まあ、そして明日というか日曜日の菊花賞、その他ね、また毎週メインの JRA の重賞はこちらのチャンネルで上がって、フェガム TV の方で上がってます。こちらのフェガムスポーツともどもチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上ハッチーでした。